前とかで叫ぶ。大丈夫？スモモちゃんがなんかクンクンクンケケケってなってるんで。こんばんは。今日たまたまこう実家の近くに行った時にイトヨカドに行って、イトヨカドロフトがあるんですよ。で、今日この髪の毛の色にしたんで、眉毛のさ色が今これ茶色なんですけど、茶色じゃなくてこれだと黒の方がいいのかなと思って、でも最初黒探したら黒なくて、なんかダークブラウンみたいな感じだから、なんかそういう化粧品をちょっと買いに行きたいなと思ってロフトに行ったんですけど、ロフトに結構いろんなもの、まあお化粧品もそうですけど、いろいろ付箋だったりとかいろいろ売ってたので、今日はロフトで買ったものを紹介したいと思います。イエーイ、ロフトの L。 はい、まるっとカリッと、これかりんこちゃん T シャツ、ワッペン T です。明細、これまたいろいろワッペン、かりんこちゃんのワッペンあるんで、なんかいろいろ T シャツ作ってっていうのもやりたいなとかも。そうですね、いろいろ今年はなんか新しいこともいろいろ始めたいなと思っています。そしてですね、ロフトで買ってきたもの、はい、じゃーん、セザンヌですね。セザンヌの超細芯アイブロウ、これは肌なじみのいい自然なグレーです。これ2本買った、これね、なんかすごい描きやすそうですよ。はい、でですね、次、はい、ロム&ベターザパレット、パレット02マホガニーガーデン、こうなんかこうやるよね、なんか美容系の人は。アイシャドウですね。初めて買った、でもこの感じ見て、めっちゃ可愛い、使いやすそうじゃん。なんか結構ブラウン系が多いんですよ。なんかいつもピンクっぽいのやってたんですけど、ピンクって結構やっぱポイントじゃないと、なんか目がすごい腫れぼったく見えるからって言われて、まあはあれなんですけど、顔むくんでるんですけど、もともと。そう、でも一応これを、そうですね、買いました。ね、10色入ってるね。こんな感じ。はい。こんな感じです。かわいいね。やっぱすごい使い勝手が良さそう。あとは、まあそうですね、別でこれがくっついてました。なんか、棒。なんか塗るやつ。いいね。はい。で、これは、ディープブラウンっていう、これもセザンヌさんですね。セザンヌさんの前ペン書きやすくて、いつもこれ結構書いてます。これあとウォータープルーフなので、そうですね。あともうこの細芯の方もウォータープルーフ。書いてある。見えるかな？ここに。そうですね。で、なんかすごくない？私なんかめっちゃ黒光りしてない？怖いな、なんか。で、あとは極細アイライナー。これもセザンヌさんですね。ほぼセザンヌ、多分。あと価格も安いからっていうのも魅力的かもしれないですね、いつも。で、使いやすいっていうのと。で、あとは先ほどのアイシャドウなんです。これレブロンのソーフィアスプリズマティックパレット。これもすごい良さそう。ブラウン系を買ったんですけど。結構やっぱブラウン系使いやすいですよね。なんか最近結構好きで。そうですね、いろいろとブラウン系をいいのあるかなとかって思っていろいろ探して、で前まで結構いろいろこうカラーが入ってるのが好きだったんだけど、結局やっぱ最終的になんかこう落ち着くというか、うん、なんかそんな感じの色になりますよね。ブラウンってやっぱりなんか木とかもブラウンじゃん。木のさ、あの根っことか土とか、まあ、モグラの色も茶色いけど、そうですね。だからやっぱ私は結構その色が落ち着く感じがあります。えい！はい、これはこんな感じです。これもめちゃくちゃ使いやすそうですね。あとね、細いからポーチにも入りやすい。このさっきのやつも思ったより、私が持ってるピンクのアイシャドウのやつよりかは細いですけど、そうですね、これとこれ比べたらこっちの方が細いから、こっちの方が持ちやすそうだなっていうのはあります。ただこっちはやっぱりこうたくさんいろんな色があるので使いやすそうだなっていうのもあるし、で、あとはそうですね、これじゃん、またセザンヌだ。セザンヌのミラクルカバー BB クリームですね。一応なんかまあ
ファンデーションで、これは化粧下地、これはリンメルピュアナチュラルブライトスキンケアベース、メイクアップベースですね。これも化粧下地塗って、こっちの美容液 BB を塗ってっていう感じですね。で、じゃん、これはアイプチですね。これオリチキの、アイプチなんですけど、アイプチはもともと二重なんですけど、なんか疲れてきたり朝むくんでたりとかさ、私見えになるんですよ。だからこの見えになってるところをちょっとアイプチをやったりとかっていうのをたまにしてます。毎日はしないですけど。そうですね、あと顔がやっぱ太って、顔がなんか膨らんでっていうか、顔がさこうむくんで、目がすごい見えになったり弱えになったりするから、ちょっとそれおかしくなっちゃうんで。そうですね、なんかそんな感じなんで、アイプチは一応いつも一応持ってますね。あとアイプチ持ってるとまつげつけたりとかするときにも濡れてつけたりとかできるんで、なんかそんな感じがいいかなっていう。やっぱりこういろいろお化粧品もいただいたりとかするので、そういうのも使ってるんですけど、やっぱりこう、ロフト行ってなんか新しいもの見たりとか、いろんなもの見て買うっていうのは結構好きです。美容、やっぱ結局美容グッズも好きなのかな、詳しくはないんですけど、いろいろそうですね使うと面白いのでいいなっていうのと、あとでも自分が何がしっくりくる、例えば化粧水も乳液も、まあ、ファンデーションもアイシャドウもマイペンも、何が一番しっくりくるかっていうのはなかなかわからないところがあって、なので使っていっていろいろなんか慣れればいいなっていう、やっぱ何でも慣れっていうじゃないですか、いい慣れもあれば悪い慣れもあるんだけど、こういうのはいい慣れかなって、いい意味の慣れかなと思ってます。サクサク。そしてあとは、まあ、恒例と言ってもなんなんですけど、まあ、いつもロフトに行ったりとか、まあ、東急ハンズもそうだし、いろんな雑貨屋さんに行くと、やっぱこう、たくさん、付箋を集めてます。だから、ほとんど、まあ、見たことあるなっていうのがあるんですけど、今回は見たこと あるけど、また欲しいなと思って買ったのと、見たことないのもあったので、買いました。なんか、これは、ネズミくんの大カットネームカード、ネズミくんってこのネズミのことなのかな。そう、あとこの子供の絵本のやつなのかな、なんかキャラクター、そう、このネズミくんシリーズと、あと結構私のこだわりは、1種類とか2種類とかちっちゃいとか書くスペースとかもそうなんだけど、やっぱいろんななんかサイズを持っときたいです。ちっちゃいのもそうだし、大きいのもそうだしみたいな感じ でこれですね。次、あ、これはロフトから出してるんだ、販売者。猫の可愛いお茶漬けの、猫がお茶漬け食べてるっていう、これ鮭茶漬けなのかな。でも鮭茶漬けでいてほしいですよね。これ多分よく見たら鮭いくらだと思う。どう？うん。猫だからね。これで肉食べたりとか絶対ないじゃん、猫って。わかんない。肉付きの猫いるのかな。あ、でもこれもロフトで販売してる、ロフトが作ってるんですかね、これは。小鳥町商店街のやつ、かわいい家の感じのやつだったので。でですね、私が結構お気に入りの付箋がこの3つで、素晴らしき付箋っていうので、これは多分ね、神尾ジャパンさんが作ってますね。この大仏だったりとか、そうそう、この大仏ね、シリーズ、あと埴輪、あとなんか、まあまあ埴輪もあるし、あと何があるのかな、なんか結構いろいろあるんですよ、このシリーズ。なんかエジプトのみたいなのとか、私結構これが、この、そうですね、この付箋大好きで、これはいつも買ってますね。もうだいぶリピートして、もうこの大仏のやつとかなんて、もう、3ってことじゃないか、5個目ぐらいですね。1種類でね。で、これも可愛かった。これは小林きのこさんというイラストレーターさんが描いてる、餃子の付箋ですか。これ可愛いね。これ初めて見ました。あとこの神尾、やっぱ私が結構好きなんだわ、この神尾ジャパンさんが出してるやつ。これ見たことあったんだけど、なんかいいなと思って、で最近また見たら、なんかこれ見て、ダイオウグソムシとかさ、こういう深海の住んでる付箋、これまあクリオネだし、これもダイオウイカだし、なんかこういう系の付箋があって、まあでもなんか書き方がやっぱめっちゃ似てるんで、私結構これが今最近神尾ジャパンさんのこの付箋一押しですね。これは結構好きで。そう、それでこの付箋も可愛いなと思ったんですけど、これどこの付箋のあれなのかちょっと
あ、書いてあった。マインドウェーブさんが作ったこの空とかこの水なんですけど、そうですね、これの付箋も可愛かった。でちっちゃいから書きやすいし、でこれ30枚ぐらい入ってるんですけど、結構ねリアルなんだよね、この水。これちょっともう書いちゃってるんですけど、明日のあの共演する方に、なんですけど、これ結構お気に入り、なんかさちょっといいなと思って。そうですね、だからいろいろ付箋は結構たくさん持ってるし、こう絵描いたりとか手紙書いたりとか結構書くことも大好きだし、結構そういうのは、うん、好きでやってますね。だから雑貨とか文具屋さんとか行ってすっごいテンション上がる。今度本並さんも連れて行きたいんだけどね。本並さんはまあ逆に本がめちゃくちゃ好きなので、本屋さん行って、あとほいで本屋さん行くと文具も売ってるじゃないですか。だから私も行くんですけど、私ももともと昔は本が好きだったんだけど、最近は本ってよりかは自分で書いたりとかする方が好きですね。あのあれですよ、ストーリーとかそういうことじゃなくて絵を描くのが好きなので。そうですね、本読んでると最近なんかすごい目がググググってなって疲れてきちゃうから、目が先を飲まないとダメになっちゃうから、もう最近本は読んでないから、雑誌系は読みますけど。そう、ずっとさこの髪型にしてからさ、カッパみたいって言われて、めっちゃずっと言われるんですよ、カッパって言って。で私も癖がやっぱあるから、めっちゃこう広がっちゃうし、この感じだとちょっとかなんかちょっとこうカツラっぽいじゃないですか、多分わかんないけど。あと金髪になりすぎてて、なんかお父さんにも今日髪の毛どうしたって言われたの。でも確かにね、どうかしてるのかな。でもカラスの、やっぱもうカラスのなんていうの、ご近所にカラスがいて、そのカラスとの関係性のためだけに、まあこのカラス色にしてるんで、黒光りもちょっとカラスっぽいじゃないですか。そうそう、だからこれ結構いいなって、結構私は気に入ってるんですけどね。ただ髪型が難しそうだよね。なんかうまく、なんかやっぱ絶対こうボサってなってるよりさ、なんかちょっとグリグリグリってやってさ、これこう止めるとかさ、ハーフアップするとかさ。で長いとなんかハーフアップってちょっと鬱陶しいじゃないですか。でも短くなったからいいなっていうのと、あと結べる、なんていうのかな、この長さにしてくださいってことは言ってたん で、あとちょっともうちょっと前髪が伸びてきたらいい感じになるかなと思うんですけど、うん、そんな感じかな。じゃああとは一個、私が最近ハマってる、うちの我が家のこれラビットでババちゃんが紹介したんですけど、温泉水99、これはめちゃくちゃいいですね。普通に常温でも美味しいし、ちょっとあったかくして左右にしても本当に温泉飲んでるみたいで、体にめちゃくちゃいい気がするのと、あと料理にも使ってますね。であと肌がね、やっぱね、なんか潤ってる感じはあります。なんか、うん、柔らかい、ちょっと柔らかくなったみたいな感覚。うん、これは結構鹿児島のたるみ市のたるみって読むのかな、たれみず市本庄3908-1 SOC 株式会社さんが作ってるのかな。これ本当美味しいですよ。あのおすすめです。なんかね、成城コンビニでも、コンビニには売ってないですけど、成城石井だったり、カルディコーヒーじゃないな、あとキムタスタジオの中のコンビニにも売っててびっくりしちゃって。そうですね、これ我が家ネットで買って、そう4ケースや5ケース一気に買って、それででも1ヶ月持たないもんねっていう。結構やっぱ水って大事だっていうのがあるので、そこはこだわってるところかな。なんかあんまこだわってることないんですけど、あとヤクルト1000飲んでますね。もう最近定期購入して飲んでますね。なんか、うん、すごいいい感じしますね。ヤクルトはもともと昔から飲んでたけど、ヤクルト1000はコンビニ行っても買えないので、やっぱりヤクルトレディに頼んだ方がいいのと、あとこうキャンペーンとかもあるんで、1週間ただとかっていうのもあるから、 いろいろそういうのはやってますね。なんかもう本当に1週間めっちゃあっという間なんですよ。ラビット始まって、また次のラビットになるまで超早いの。私もうこれで39歳じゃないですか、今次40じゃん、やばってなって話してたら、本並さんが40から50ってめちゃくちゃ早いよってなって、やばってなって。でも本並さんも次の誕生日が58だから60がもう近いじゃん、やばってなって。そうですね、だから時間も大切にしたいなっていうのと、ねえ、なんかいろいろやりたいことをやりたいなとかって思いながら、人生1回だし
そうですね。あとはやっぱこう本並さんともね、普通の夫婦よりかは一緒にいれる時間が少ないんで、同じ年と結婚したらやっぱ同じだけ生きるかもしれないけど、そうですね、やっぱ早くに、あの私よりかは早くにお亡くなりになるので、そうですね、いっぱいたくさん一緒に時間過ごしたいなと思うし、最近つくづくそれを思います。毎日自分も年取って、本並さんも年取って、まあ結婚して2年経ってないですけど、まあ結婚は楽しいなっていう、もう本当にそういう毎日なので、なんかとにかくこう嬉しいなとか楽しいなとかいいなとかって思ってもらえるようにやりたいなって思うのと、あとご飯をちゃんと、最近バタバタしてて本当に作り置きとか前までちゃんとやってたんですけど、最近マジで作り置きもできない感じになってて、うん、なのでちょっとそこのご飯の面ではちゃんと本当にしっかり管理してあげたいなっていうのは思ってます。この動画を見てカリナさんの髪型がカラスってよりかは岩のりっぽいよ、岩のりの色だよって思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。確かにのりっぽいよね。なんかしかもさ、海にへばりついてるなんかしぶといのりっぽい。まあでもよろしくお願いします。この髪型でまたいつ変わるか、またいつ金髪に戻すか分かんないけど、とにかく少しの間はこれでいきたいと思います。カラスとの関係もあるからね。じゃあまたおやすみなさい。バイバーイ。割れ眼鏡。